えー、もう皆さんこんこにちは系高吉吉です、えー、今日から聖書を通読してみようかなと思って、まあ、結構かかっちゃうと思うけど、えー、昔からねなんとなく気になる言葉があったけれども通読はしたことなかったんでその度その度読んでたけどで今回はなんかもうそこら辺で配ってただでゲットできるような新約聖書でなおかつこういうのってね英語も一緒に載ってるんで。 英語の勉強にもなるかなということで、えー、やってみたいと思いますじゃあまあ創世記とか契、ね、約聖書だと創世記とかになるけど多分買ったりいいんでうん、まあ、マタイによる福音書第1章からいってみましょうかえー、アブラハムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図 アブラハムはイサクの父であり、イサクはヨコブの父、ヤコブはユダとの兄弟たちとの父。アブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクの父であり、 イサクはヤコブの父。ヤコブはイダとその兄弟たちとの父。もう全然分かんないわ。どういうことえ、どういうことアブラハムの子であるダビデの子。イエス・キリストの系図。イエス・キリストはダビデの子で、ダビデはアブラハムの子なんだよね。で、アブラハムはイサクの父で、 じゃあ、アブラハムはダビデとイサクの父なんだね。で、イサクはヤコブの父。で、ヤコブ、なるほど。アブラハムはイサクの父であり、で、イサクはだからダビデと兄弟か、イボ兄弟か。で、イサクはヤコブの父。え、アブラハムはイサクの父であり、イサクは ヤコブの父。うん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 。ヤコブはユダと、え、ま待って、まず整理するぞ。イエス・キリストがいて、そのお父さんがダビデだったで。ダビデはアブラハムの子供だから、お父さんがアブラハムで、で、アブラハムはイサクの父だから、ダビデと違う、イサクもいてイサクであり、えー、 イサクはヤコブの血イサクの下にイサクはヤコブの血イサクの下にヤコブでヤコブはユダとその兄弟たちの父ヤコブはユダとその兄弟たちの父じゃあその下にユダと兄弟たちがいるってことね、うん、ふ,ふざけんなよ2節理解するまで3分かかってるよでユダはユダねユダと兄弟たちユダは たまるによるパレスとザラの「ユダ」そのイサクはヤコブの地「<laughs> ヤコブ」ヤコブはユダとその兄弟たちとの「ち」だから下に兄弟がいてでユダと兄弟たちがいてそれはヤコブの子供ででユダはたまるによるパレスとザラとの地「ち」 ユダ,にユダはユダねユダはタマルによるユダとタマルが結婚してパレスとザラを生んだんだねその父がユダってことなん、ね、でパレスはエスロンの父パレスは エスロンの父。おっしね。ユダは、ユダとタマルがパレスとザラを生んで、そのパレスはエスロンを生んで、で、エスロンはアラも産んだのか。<laughs> 3節でこれですよ。もうちょっと理解で、もう一回行くよ。もう一回行くよ。イエス・キリストは、 ダビデの子でダビデはアブラハムの子それの系図を言うねって言ってるでアブラハムはの下にイサクがいて父でありイサクはヤコブの父その下にヤコブがいるヤコブはユダとその兄弟たちとの父ヤコブの下にユダと兄弟たちがいるでユダ はタマルによるパレスとザラの父だからユダはタマルとパレスとザラを生んででパレスっていうのはエスロンの父だからその下にエスロンがいてエスロンの下にはアラムの父エスロンはアラムの父だから下がアラムだねで四節目アラムアアラムはアミナダブの父アミナダブの父アミナダブ,ナダブは ナーソンの父ナーソンはサルモンの父なんかこう父って言うからこう上に上がっちゃうよねレテンみたいな感じで下に下がっててなんとかの子なんとかの子って言ってくれよなんで父なんだよもうそのまま続けるぜサルモンはラハブによるボアズの父ボアズはルツによるオベデの父オベデが子だねオベデはエッサイの父エッサイはダビデのエッサイはダビデ王の父であったあっ それでダビデ王になるのか、えー、ダビデはウリアの妻によるソロモンの父でありダビデはウリアソロモンの父でありダビデの下にソロモン王が来てソロモンはレアハブの父レアハブって誰だレアハブはアビアの父アビアって誰だアビアは朝アの父朝って誰だ 朝はヨサパテの父ヨサパテ誰ヨサパテはヨラムの父ヨラムって誰ヨラムはウジ屋の父で父誰だウジ屋はヨタムの父ヨタムって誰だヨタムはアハズの父アハズって誰だアハズはヒゼキヤの父ヒゼキヤはマナセの父マナセはアモンの父アモンってなんか悪魔じゃねアモンはヨシアの父ヨシアはバビロンへ移された頃 エコニアとその兄弟,弟たちとの父となった。ヨシアがエコニアと兄弟の父になったと。バビロンへ移された後、エコニアはサラテルの父やとなった。サラテルはゾロバベルの父。誰だゾロバベルや。ゾロバベルはアビウデの父。アビウデはエリヤキムの父。エリヤキムはアゾルの父、えー。アゾルはサグドの父。 えー、サドクかサドクの父サドクはアキムの父、えー、アキムはエリウデの父もう挫折するわいなこんな新約聖書一発目来たらなエリウデはエレアザルの父エレアザルはマタンの父マタンはヤコブの父ヤコブさっき言ったじゃんもうヤコブはマリアの夫ヨセフの父なんだあっ こここで来たこのマリアからキリスト呼ばれるイエスがお生まれになったとポン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 ,ポン,ポンそれでやって生まれたとまあすっげえ後になってイエスキリストが生まれたよってことを言ってんだろうね次17節だからアブラハムからダビデまでの代は合わせて14代うん14代遡っの ダビデからバビロンへ移されるまでは14代、まあ、ダビデからバビロンへ移されるまでは代かかってそしてバビロンを移されてからキリストまでは14代かかったとあやっと理解しましたなるほどどこでどの地で生まれたのか分かんないけどまあもう細かいことは言わない バビロンに移るまでが14代で、バビロンからイエス・キリストの誕生までが14代かかったっていうストーリー。っていうことをまず皆さん理解してください。今日はそれで十分なんじゃないかなうん。で、その14代でバビロンで、バビロンから次また14代でイエス・キリストの誕生までと。 いうことで、えー、まあ、長いストーリーになるかもしれないけど、とりあえず新役にしてるから、なんか宗教興味あんなとか、あのー、なんか昔から教会に関わったことあるけど、言ってる意味わかんなかったとか、俺も全然わかんねえから、あのー、まあ、興味あるやつはフォローしてください、チャンネルトークよろしく、まあ、今日はこれぐらいでいいで、俺ももう、だめだから。に Gene fille